どうも、マセキの浅草キッド、エル歌舞伎のエルウダです。どうも、デロリアンスです。ということでね、はい、今日は12月22日で、はい、やっぱもうトースポも競馬もう一色なんですけど、一色でございますか、はい、あの連載を持ってるユリアリックのリク君が、はい、どの馬が勝つかというのをちょっと予想しまして、はい、お猿さんなんですけど、そうですね、記事がカラーになってますね。はい、そうですよ、ユリアリックのところカラーなんですけど、はい、くじ引きで選びまして、はい、2番のクリンチャーを、リク君はクリンチャーだよという記事になってて、はいはいはい、一瞬リク君はクリーチャーだよって俺読み間違えましたね。そういったところです。あの想像上の獣なのかなって言ってもらいましたけど、あの寒い地域に、あ、そうなんですか。やってないですか。あのクリーチャーってね、なんか想像上の獣みたいなね、ありますけど、そしてね、あの前ここで一度扱いましたけど、ちょうどいいブスに批判。放送予定ドラマの題名変更ということで。題名変わっちゃった。相席スタートの、山崎圭さんが、うん、脚本っていうかね、原作を務めるドラマが、はい、ちょうどいいブスのすすめっていうのがですね、うん、まあ、いわゆるその、結構批判が終わったと。ちょうどいいブスって、私たちが呼ばれてどうしてくれるのよと。なるほどね。いうことで、はい、タイトルがですね、人生が楽しくなる幸せの法則と。どっかで聞いたことあるような、どっかで聞いたことあるようなタイトルじゃねえかよ。これ私はですね、ちょうどいいタイトルの勧めて読んでね、あのどこからもクレームの来ないちょうどいいタイトルだと。なるほどね。そういったところでございますね。ちょっとね、まあまあ一回ね、それで話題になったからよかったものの、危なかったですね。なんかね、でもこれをやっていくとどこからもクレームの来ないタイトル、しかも日本のドラマは内容もちょっと変わっちゃうんだろうね。もともとの内容とちょっと変えようかって、はいはい、消極的な内容になっちゃいそうですね。あ、まああるかもしれないね。あの過激な描写のところはもしかしたら、なんか刃物が刺さって流血するシーンはカットになるかもしれませんし、電流爆破、いやないわ、釘バットとか、誰が鬼タッチちょうどいいブスだよ。2回にしろよお前。お前鬼タッチで検索すると一番上に鬼タッチスペース整形で出てくるんだろ。勝手に疑ってんじゃないよお前ら。整形は嘘、整形じゃないから1000針塗っただけだから。で1000針突破記念パーティーを高輪プリンスホテルで昔行ってる。整形の意味は違う方でね、はい、ちゃんとね、そうそう、整形外科、整形外科ね。そうですね、ねえ、はい、そしてね、これまた昨日いい記事を私見つけまして、はい、リカコ、はい、兄弟と言われるマサトとツーショット。その続き聞いてください、はい、目元と魂が似ているの声もということで。何と何を挙げてんだよ。マサトとリカコが魂が似ていると。あ、魂と目元が、ね、そうなんですよ。で確かにマサトさんは、ね、今も筋トレを続けられて、リカコさんは今もヨガを続けていると。確かにね、はいはいはい、なんか、うん、なんかね、昔ミサンガみたいなのしましたしね。ミサンガ、あ、確かに魂が似てますね。魂が、うん、片岡鶴太郎さんもヨガを続けてますから。あ、もうでボクシングのセコンドだから、2人のあれを持つと、そう、足すと鶴ちゃん、鶴だ、うん、あ、なるほど、そうなんですよ。そうですね、はい、ポケモンの後輩みたいな。いや、そういうことですか。後輩すると、後輩ね、後輩するとあのキャラクター生まれる。はいはい、リカコさんとマサトさんを掛け合わせると、うん、はい、鶴太郎さん、鶴太郎さん年上だろお前。どういう年齢の計算だったのそれ。いや、芸能界の、芸能界のね、やっぱ上に行きます。なるほど、レアキャラであると。レアキャラ、そしてね、河合が伊調馨を倒しオリンピック女王対決制す。伊調は国内17年ぶり黒星ということで、負けちゃったんだ。そうなんです、河合梨紗子さん、ね、でもすごいですよね、河合梨紗子さん勝っちゃって24歳で、判定2対1で勝利したと。すごいじゃない。国内では男女通じて史上初となるオリンピック金メダリスト対決を制したと。ほう、ねえ、これはすごいですよね。だから今頃ね、谷岡学長が微笑んでるかもしれませんね。そもそも一応選手はセンスなんですかと、はいはい、あれはだいぶ叩かれましたけど、はい、だから私言ったじゃないと、今更ね、言うな、言ってくる可能性もありますから、もうほっといてやれやつ、ね、そうですかね。谷岡学長の顔がもう出てこない。谷岡学長の顔出てこない、出てこない。色白の人ですよ。いいよ、たくさん出てくるよ。そうですか、女帝ですよ、女帝。M1 でいう上前美子のポジション、まあ、いいよ、私学館大事っていう谷岡学長ですからね。いいよいいよ。そしてね、ジャンプ史上最速、うん、連載3ヶ月でテレビアニメ化、地元がジャパン。知らない。なんかね、焼きたてジャパン、焼きたてジャパン思い出しますね。服部京監修パンのアニメですか。冬季オリンピックではないけども、今もそうなんですね。あ、これね、なんかね、
47都道府県扱ったご当地ギャグ漫画、地元がジャパンのテレビアニメ化が決定したと。ああ、そうなんだ。だこれもしかしたらナレーションミノモンタ秘密の県民賞あるんじゃないかと私思ってるんですよね。地方を抑えてるから、地方を抑えて。でね、これすごいのが、この作品はですね、故郷山形から大都会東京へとやってきた阿比古時雄。ほら、なんかね、阿比古さんなんて言ったらね、藤子不二雄みたいで、で時雄とか時はもう A 先生の名前ですよね。阿比古時雄の前に転校早々、都道府県マスターを自称する謎の同級生で、主人公の日の本ジャパンが現れると。日本って日本の間に野がついてる。日の本ジャパン。はい。47都道府県すべてを愛し、自ら全国の土地土地で編み出した47の秘伝の県、都道府県を操り、拳高けますね。各地のご当地ネタをもとにギャグを炸裂するストーリー。なるほど、ね。ちょっとコロコロコミックチックですね。ね、これもうね、47都道府県を愛してるってことですからね。これ橋本徹さんとはあんまね、意見合わなそうですね。同州性を出そうと。そうですかね。東国原さんとか。やっぱ一つの県にちょっと偏りすぎてると。そうそう、同州性とかね。ただ、大仁田とは話があるかもしれませんね。岡山の少年に手紙をもらって横浜で復帰したと。あ、でも、ね、接想ないからね。接想、いや、違いますよ。日本全国を良くしてくれてるわけですから。これはすごいですね。でもこういう漫画ってなんかアニメになるっていうのはどうですか？久々ですか？なんかこういうなんかちょっと47都道府県みたいなさ。いや、もともとがそんなないからね。いや、もっとさ、特化したのが多いじゃん。日の丸相撲とか。グラップラー巻きとか、そのアニメに化されるね、今。いや、でも今もうアニメ細分化されすぎてるから。だから逆にこんなメジャーなのは、久しぶりじゃないですか。だろうな。47都道府県に注目した漫画ってこんな秘密の県民賞実写版みたいな。ある。他にもあります、こういうアニメ。どっかに特化してる県ってのあるからね、どっかの県にね。はいはい。逆にね、だから特化してるのか、このアニメ自体が。いや、そんなお前興味ねえだろ。いやいや、久しぶりじゃないかなと。何かあった、そんな昔に。そんな47都道府県、違う、こういう、うん、なんつうの、日本全国扱ってる漫画がアニメになるなんてことは今逆に珍しいんじゃないかって話よ。日の丸相撲とかね、相撲に特化したアニメとか、うん、グラップラー暴きとかね、地下格闘技に特化したアニメとか、なんか結構さ、こうマニアックなのが多いんじゃない今は。まあ、っていう話よ。美少女戦士セーラームーンとか、ね、ね、ゾンビランド佐賀だったらね、佐賀県の地方アイドルとか。あ、だから結構特化してるじゃん。これ47都道府県全部扱ってるのか。見てみないと分かんないから、なんとも言えない。それがどんな、どういう感じで使ってるのか分かんない。だって主人公は日の本ジャパンだよ。いいよ。こんなメジャーっぽいキャラクターが出てくるて、うん、ね、はい。これは結構、久しぶりのね、はい、ことなんだよ。見てみればいいんじゃん。何があったのか分かんない。美味しんぼとかでしょ、つまりじゃあ。あ、そうそう。そういうことが久々に来たと。はい、でしょ、あの、ま、ちょっと違うからな。そうですかね。うん、そしてね、うん、矢田亜希子さんが7年ぶりにグラビアと、うん、ああ、そうですか。そうですよ、綺麗ですからね。いや、綺麗ですね、うん、色気ありすぎ、うん、10代に見えちゃうという声がね、うん、奇跡のアラフォーぶりに反響ということで。ああ、そうなんですよ、アラフォーか。そうだ、それだもんな。週刊ポストで7年ぶりのグラビアに挑戦したことをブログで報告。はあ、久々のグラビア撮影を振り返りつつ、本誌には掲載されなかった番外編の写真も公開しています。うん、39歳ということですね。あ、そう、30。一度ね、前説でお会いしましたけど。失礼しました。矢田亜希子さん、結構、ネタをやる芸人さんに、自ら、矢田です、矢田ですって言ってましたね。うん、覚えてないな。あ、自らね、ご挨拶してましたよ。はいはい。あ、ネタ番組のやつか。そうですでね。はい。でも、このネットのつぶやきではね、やっぱ矢田亜希子さんのファンと帽子きからですね。はい。やだやだ、矢田亜希子っていう。声は上がっています。なるほど。はい。何いいねもらってるんですかね。どうですか、ちょっとね、ミクシーのコメントなんで、いいねの数はね、あんまりわからないんですけど。ねえ。そしてね、あ、山根明さんが、はい。荒引き団に参戦ということで、ザコシショウ、風天太郎らと王者をかけて戦うということですね。はい、山根さん出てるんだ。そうみたいですね。あんまイメージがないですね、僕見てたけど。いや、誰もイメージないでしょ。山根明が出るイメージは。はい。ないですね。ライト東のレフト藤井が MC を務める TBS 系バラエティ特番、うん、朝まで荒引き団スペシャル、うん、アラワングランプリ2018が29日に放送される。はいはいはい。4代目王者の称号をかけて戦う今回の大会に、
日本ボクシング連盟の山根明前会長が参戦するという。いやすごいですね。いやすごいですよ。もう何でも出たがりだねこの人。いやでもなんかラジオは断ったって。男山根は映像があってなんぼじゃって断ったっていうのは、なんだちょっと前にニュースになってましたね。じゃあやっぱあのサングラスとかはやっぱもう、うん、あとこだわりがあるんだろうね。あそこ含めての山根明ですか。ちなみにですね、ここ何日か前に発売されたプロレスの本 1.4 証言 1.4 っていう本が出まして、橋本真也対小川直也の不穏な試合、有名な試合があるんですけど、はい、それに関していろんな人の証言を洗っていくんですが、うん、前田明さん、格闘王前田明さんのインタビューがありまして、うん、一応冒頭 の、 しょあのタイトルだけ言うと、うん、橋本に次はスパナで小川を勝ち食らわせると電話したというタイトルでしたね。それを聞いた時にですね、でスパナってのはリングの下にあるもんだと、うん、だからそれで次にスパナで勝ち食らわせて電話したと。すごいですね。それ聞いた時に私あの、はい、魔石の先輩で与田義明さんって沖縄の、はい、琉球空手黒帯の方がいらっしゃるんですけど、はい、昔前田とヒクソン戦ったらどっち勝つと思いますかって聞いた時に、うん、前田はね喧嘩の仕方知ってるからねって言った。これ思い出しました。もう殺しだよ。それ殺しや、レスラーがそんなスパナ持ったら。なんかね、だから、うん、なんつうの、技術論じゃ語れないところの強さを持った人なんだなっていうの。とにかく潰せってことですよね。そうです。くしくもどっちの暴れ者もアキラだったということですね。そうです。といったところでございますね。あ、はい。ちなみに今日はねお昼浅草豊館というところで、ああ出ましたね、トム・ブラウンという M1 決勝ファイナリストの人の次の順番が、はい、原始人社長という、ああそうですね、実在するんだかしないんだかよくわかんないピン芸人の方が出まして。まあまあいるよ。あ、こういうのを年の瀬って呼ぶんだなって俺読みました思いましたね。なんか軸が歪みました、頭の中で。いろんな人が出てましたね。いろんな人出てました。太っちょカウボーイさんからね。あ、いました。それこそ荒引き団でも活躍されましたけど。いました、いました。ねえ。いろんな人がいましたね。はい、ということで、はい、また明日、お聞きなさってください。よろしくお願いします。